今日は国分寺町にある平屋の紹介です。玄関です。ここにも玄関のところ収納がありますね。結構な量が入る角棚になってます。で、南面は庭と田んぼですね。まあ、平屋なので本当に動線が楽ですね。ここは和室になってます。和室も3枚引き戸なので開放もできるし、閉めることもできます。照明がついてます。リビングはダウンライトと、まあ、シーリングライトですね。で、洋室です。ちょっとスマホで撮影してるんで、この距離感がすごい近く感じるんですけど、本当は結構離れてます。すごい量の、収納です。で、こっち側も洋室になります。本当に最近はタンスとかいらないですよね。こんだけ収納ありますんで。で、パナソニックのテレビモニター本。温水器のパネルがまだつけてませんね。で、キッチン。食洗機付きです。IH です。カートリッジ式の浄水器をつけることになりますね。パナソニック商品ですね。で、これは床下収納と思わせといて違います。まあ、ただの点検口なんですけど、ベタ基礎になってますね。まあ、あれだったらここに洗剤とかそういうのを置こうと思っちゃ置けますけどね。で、洗濯排水があって、洗面台ですね。換気扇がついてて、ここも温水器のパネルがちょっとまだつけてませんけどね。で、常時換気できる換気扇です。平屋でした。